はい、今回はここから始めたいと思います。バラモス、あれや、ちょっといろいろ試す。バラモス、前で試させてもらう。いくぞ。まずラリフを引くかどうか、しつこくやるか、防御。君はメタパに効くのかな。ミフラがそんな効くわけねえな。ライフで魔法塔も効くかな。魔法トラ、あー、6なんねえな。まあ防御だ。いや、きつ。いけ。ラリフォー編と。いけ。あれ？ラリフォーを、気休めの薬草。で、ラリフォーを、気休めの薬草。これはきついんだよな。勇気死んだわ。うわ、来てる。うわ、ラリホー聞きました。ラリホーが、たまに聞くと。これ体勢立て直すか。ははっ。あっ、あっ、あっ。回復だ。これどれぐらい大きいんだろうな。デフォイミ、デフォイミ。デートの記憶。あはまあ寝とるな。回復して、全部自分にやれ。で、次魔法塔を試そうと思う。魔封じの杖持たせりゃよかったな。完全にしくったわ。あ、目を覚ました。二回行動のずるさだ。よし、立て直した。で、次が、魔法トーン。魔法トーン。もう勇気諦めた。あ！魔法トーン効きました。魔法トーンが、たまに効くと。次なんだ？試しないのは。ニフラムは絶対ないな。ラリホーは効いたし。で、俺がやれることは、これぐらいしかないと。じゃ、攻撃。他あるかな？他あんた。こんなもんか。あ、マヌーサがある。マヌーサ。前防御だ。バシロラ！まず引くの。うわぁ！マヌーサがたまに引く。こうなったらとことんやるか。ニフラも引くよ、もしかして。消え去れい！まあな、当てにならんからな。ルカナは効いたしな、確か。バシルーラ。これは効かんな。今俺が試してるのは、ニフラムか。ニフラムは多分効かねえだろうな。ボミオス。やってみる価値あり。おい！はい、この息はやばいです。この息はやばいです。おい！ニフラム効かけねえよな。ボミオスは効かない。なるほどね。じゃあ、アストロンって鉄の塊になる。ダメージ食らわないんかな。その代わり動けないとか。それっぽいよな。ニフラも無理だな。じゃあ、俺も、お役ごめん。ボミオス、試そう。メタパニ。おいおい
や、これマヌーサマホトン聞いたらもう勝ちだな、これ。この息以外は。オーバーキル。よし、マホトンとマヌーサ鍵。これで次回作。次回はこれだな。息対策。炎の、激しい炎対策をしなきゃならない。レベル上げもしなくていいな、もう。ちょっとセーブだけしとくか。兆しが見えた、兆しが。よーし、じゃあまた。なんかマヌーサのできる杖とかあれば、うん、マヌーサとマホトンは、あの魔封じを持ってたから、どっかにある。売ってなければある。あったあったあった。これを勇気に乗せると、魔法使い。いいよ。装備すんな。できねえだろ。嫌がらせじゃん。ねえ、どっかに眠りの杖を見た気がすんだが、気のせいか。ちょっとじゃあ、村巡りして、やってみるか。こいつらはね、世界中の歯で生き返らせて、で、勇気のザウラルで生き返らせると。そしてこのね、もうこれ画面どうなってんの本当にこれ。行かれとるわ、しかも。ラーミアさん遅えよ。まあ優雅すぎる。じゃあ、またバラモス。魔法とマヌーサー聞いたら、勝てるように準備をしてきます。さあ、帰ってきたぞ、バラモス。対策を練ってきた。2回死んでな。で、練ってきたら最初、ラリホーで体勢を整える。勇気に草薙の剣を立てた。いや、使えないじゃない。いや、使えないじゃないよ。使えよ。おい。え？装備できないとしか使えないな、これ。てて初めて知ったよ。で、ラリホーラリホーして、で、君は裏で魔法トン、ま、裏で魔法トンをすると一匹。最初はしゃあない、甘んじて受けよう。しゃあない、魔法トンは効かない。よし！で、こっから、魔法トンを連打。使えるやつは魔法トン連打。で、この勇気はマヌーサ。で、魔法トン。魔法、あ、魔法トンはこっちじゃないか。魔法トン。いや、攻撃じゃなくて、魔法トン、薬草で回復しとけ。で、マヌーサ、魔法トンと。引け！よし！来た！これマヌーサ聞けら、聞いたら最高！最高！攻撃、攻撃。最高でーす！安倍晋之助も喜んどる。で、バイキルと勇気。この息は痛いけど、致し方なし。おい！で、まあ、俺も回復に回るか。一旦だけちょっと、回復して、ゴテゴテ回りたくないけど、これはしょうがない。おい！たまに2回攻撃なんか。
これ痛いね。攻撃攻撃。リフォーミー俺。倍切ると、いや。スクルトだ。うわー、息が痛いな、これ。よし。いや、これ、ルカナン浸透、話になんねえな。俺も攻撃するんじゃなくて、ちょっと一回、寝かせよう。寝かせようって。魔法盾してるから、あれか。ルカに、ちょっと申し訳ねえ。よし。200ってすごいな。攻撃、攻撃、デフォイミ、薬草か。200ってすごいな。次息来るんかな。なんかパターンがある。攻撃、じゃあ息、激しい炎を攻撃、バシルーラ攻撃、次激しい炎読み、みんな防御。おい、今日はサイドル攻撃攻撃。いや、俺も回復にもあるか。ベホイミ勇気攻撃、ベホイミ勇気、お前薬草。あ、攻撃をかわす前提だけどな、これ。ははは、200。攻撃、攻撃、メホイミ。で、申し訳ないけど、薬草で、直持続と。バシュール返して、おい！で、一気でやろう、次。防御するしかないよね。てげてげてん。攻撃、ザオラル。攻撃した方がいいか？いや、薬草で、薬草がない。いや、もうこれは攻めるしかないね。メラミ。まあ、効かないわけじゃないからな。おい、光れ！バシルーラか。え、炎を攻撃、バシルーラ攻撃か。うーん、2回攻撃してくるかな。まあいいや。でもこれ回復しねえと始まんねえな。めっちゃ後手後手。まあいい。うわあ、終わった。愚か者め、まだこのバラモス様に逆らおうというのか。身の程をわきまえぬほど程があるぞ。まあいいわ、何度来ようとも無駄なこと。このバラモス様がどれほど偉大なのかを思い知らせてくれるわ。第三戦、やることは一つ、ラリホーで眠らせて体勢を整えると。まあ、君は、まあ、防御しとくか。最初は怖えからな。で、魔法、あれ？ラリホーは？あれ、ラリホー持ってなかったっけ？あった、ラリホーを、魔法と。おい！いや、これきついわ。防御してよかった。これ寝てくれたら最高。最高！最高でーす！こんな言うの安倍晋之助くらいだろ。で、防御。あんま起きないように、起きないようにね。あー、薬草を出せんの忘れた。ベホイミの勇気。こいつは持っとんだな。薬草で、薬草誰にしたの？
薬草で勇気、勇気ベフォイミ、勇気、勇気が、バイキルとか、バイキルでやることあったわ。よし、満タンまでやったな。で、俺は、まあ、ほとんど聞いてるっしょ。ライフを聞いてるから、回復か、回復回ろう。 100% 行こう。この間に、マヌサリバイキルと俺聞いてくれー。よし、これで 100% か。で、攻撃ルカに、まあ、動きか。よし、攻撃、こっから大事なんだよな。ルカに聞いたから、もう一発いくか。いや、スクルドだな。で、お前もスクルド。いやー、回復していけどな、しょうがない。おっしゃ、いいぞ。まあ、痛くねえ。攻撃バシ、次一か。防御。まあ、これしゃない。これが痛いんだよね。受けろ。よし、攻撃、回復、ベホイミ、勇気、呪文、スクルトいらねえな。まあ、攻撃するか、ベキラマ。攻撃、ベホイミ、俺、ベキラゴン、最大火力。あー、一回攻撃でやってくれよ。ランダム一番きついな。聞いてくれ。あ、もうしょうがない、あれは捨てるか。痛いとこつくね。あー、スクルドするか。祈りスクルド、これ賢者痛えな。しゃあない、これはもうあの勇気はおしまいだ。捨てるしかない。なんで、結構いいんだけどな。防御、何が足りないんだ。いや、ここで2回されるとさ、もう次あとないよね。2回読みのここで終わってくれないんだけど、また次あるんだよね。あ、ない。テケテンテッテテン。いや、これ避けてくれればいいんだけどさ、ここでさ2回動き、これが痛い。攻撃、もうこれ1回読むしかない。攻めるしかない。やるしかねえな。さし。何度でも挑むぞ俺は。さあ、いい加減倒そうや。てかね、別にここまで来るのはいいんだけど、正直ね、ラーミアが使いたくないんだって。ラーミアだけは本当に嫌だ。
もうあいつだけ勘弁してくれ。魔法トーンだけ引かね。防御ルカに魔法トーン。あーどうか。うわ起きるな。これさ、そんなことないか。最初なんだろう、1かな。テケテケテン、攻撃しろ。ワンチャン狙う。ワンチャン出る。やばい、ここ一番で一番興奮してる俺は。いいぞ。じゃあ攻撃すんな。いや、ラリホーか。ラリホー地獄じゃ。お前はスクールド。そして、ラリホーが、引く。面白い。これは安倍晋之助も監督になるわ。寝ろ。まあまあまあ。そうは簡単にはいかんよな。よし、ここで寝たら、ね、いいんじゃないか？これ最高だ。起きたら寝ると寝とけ。息だけどちょっと一人だけ起こすわ。これは知らない。100、痛すぎる。面白い。ドラクエは、ドラクエ3。面白すぎる。なんか魔法じゃね、起きねえから。ラリホーハメが。こんなあっさり倒れるの？ベホマ、押せよ！遅すぎるわ、ベホマ。HP すげえ上がんな。マヒハド、お前もベホマ覚えろ。こんなあっさり。グー、踊れ、ナイチン。わしは、諦めるぞ！うっ！催眠はめされてるわ。まさか、こんなにラリフを聞くとは。初めからはめときゃよかったわ。まあ、楽勝だったか。内訳的には。暖かい光が辺りを包む。回復。声が聞こえる。この声は、性格診断。俺を、かなりの個人主義と言い寄った君かね。頑張った。そんだけかよ。勝手に人はかなりの個人主義だと言いやがって。しかも一匹狼言われていい。心地よくしねえよ。まあでも倒したからいいかなあ。おう、内地に帰ってきたぞ。勇者だ。勇者がバラモスを倒して戻ってきた。わーいわい。ナイチンさん。アグネスちゃんさんみたいな。そういう感じやぞ。お帰りくださいまし。うるせえ。バランのために戦ったわけじゃねえ。じいさん。帰ったよ。そうだよ。父さん。そう、泣き殻見つけれんかったな、火山で。火山って、多分あれでしょ。ガイアン剣ないってところでしょ。あの、前しか向かない魔物と一緒にね。おい、倒して帰ってけぞ。おう、ナイチンよ。よくぞ、いや、魔王バラモスを打ち倒した。おう、ラリホー使いたい。みんな倒せるぞ。
さすがオルテガの息子、国中の者が内賃を称えるであろう。さあ皆殿、祝いの宴じゃ。お？お？オープニング始まった。何？なんだ？おい！なんだこの光は？ああ！一番かわいそうだな。やっぱり雷持っとったら、あ、じゃあ光も持っとったら、雷当たるんだね。喜びのひとときに少し驚かせたようだな。我が名はゾーマ。闇の世界を支配する者。不細工だな。このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。何？さあ、苦しむ、悩むがよい。そなたらの苦しみは、わしの喜び。命あるものすべてを、我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。何？我が名は、もう聞いたやつだ。二回目だな、お前も。我が名はゾーマ。すべてを滅ぼす者。すごい。みんなの心の中に、脳の中に残像が残ってる。ゾーマの。クソ兵士6人が、金管楽器を持ったから、髪を痛んでしまった。なんとしたことじゃ。やっと世界が取り戻せると思ったのに。みんなにどうして言えよう。内賃よ。いや、みんな聞こえてんじゃないのこれ。我々の心の中だけに。わしはもう疲れた。もうちょっとやろうかな。バラモス討伐記念セーブ。もうちょっとやるか。旅立ちます。